ちらのトジュール・アベクトワというずっとそばに置いてくださいという名前なんですが、文鎮が、デビューいたしました。最初はこの文鎮カルトナージュのお守りとしてオファーをいただきました。ただそこでふとカルトナージュだけなの、手芸での丸型ではなくって四角の方が使いやすいのではないだろうかというふうに思いまして、半年ほどかけてテストをいたしました。何十年も丸型を使ってきたので慣れという点を除けば四角である方が用途が広いということが分かりまして、これを商品化することにした次第です。刃物、名刀で有名な岐阜県関市には数多の金属に関する企業さんが集結しています。鎌倉時代から現在に引き継がれたこの伝統は刀匠のみならず地工具にも引き継がれており、この文鎮はその匠の技術をお持ちの方々がいらっしゃらなければ出来上がることはございませんでした。私たちがこれくらいでいいんじゃないのと思っても彼らは許しませんでした。何度も試作を繰り返しました。単純な作りですが刻印一つとっても深さで出来上がりが違い、この特殊なメッキもスタイリッシュさだけではなくって指紋がつきにくいということで研究をされました。そして出来上がったものは皆様のお手元に渡るまで誰の手にも触れることがないパッキングを考えてくださり、圧縮パッキングになりました。決して可愛くはございませんが誰の手にも触れることがない状態で皆さんのお手元にお届けさせていただくということを重視させていただきました。価格は決して安いものではございません。鋳物で安価にという案もございましたが一生お使いいただきたいですので、コストは下げても品質を下げないということに重点を置かせていただきました。皆様のそばに一生いさせていただき皆様の手作りの役に立たせていただきたいという思いは MI ママの思い以上に関市の企業様たちの思いでございます。混ざり物がない、金属でできているので小さいんですけれども重さがあるということになります。